デブル様のゴーストの方ですね。キャロル・ジャイットというのはデブル様のゴーストの方ですね。なんなんだ、野郎はともかく女まで気合い入ってやがる。ち、てめえら命拾いしたな。ここは引いてやる。だが覚えてろ、このままじゃ済まさねえからな。最後まで騒がしいやつね。あれ、何か落としていったみたいだよ。はい、なんか紙切れとかある。何よこれ。ちょっと待って、この紙切れ何かのメモだよ。何かの暗号かな。うん、このカードも何かは分からないけど、後でスプーキーズのみんなに聞いてみましょう。何か分かるかも。なんか暗号ですかね。ん？ひとみちゃん、それに君もか。リーダー、無事だったんですか。ああ、二人とも助けに来てくれたのか。まあそんなとこね。けど思ったよりあっけなかったんでがっかりだわ。しかしどうやってそのガンタイプ PC 起動しているのか。これはそのとにかくここを出ませんか。ランチさんたちも来てますから。ああそうだな、長いは無用だ。引き上げよう。レベルアップしたってことですよ。速さ上げてるんで今回は割といい感じで戦えてたと思うんですけど、力を上げるかどうかで、力上げるとガンダムが上がらないか、速さ上げても上がらないか、命中はでも上がるか、どうしますかね。どういうのがおすすめですか。とりあえず力とじゃなくて速さと体力にこうやってやってみようかなと。しばらく、まあ、行き詰まってきたらまた考えて。最大 P を増やしたい。増える。じゃあこれでやろうか。でも速さ低いかな。速さ負けますか。リーダー無事だったか。よかった、ちゃんと生きてるのか。俺はてっきりあの化け物どもに食われちまってんじゃないかと。危なかったがな、二人に助けられたんだ。いや俺も頑張ったのよ。迫り来る化け物どもを次々にぶち倒して。とかさっさと引き上げよう。ここはまだ危険だ。詳しい話はアジトで聞かせてくれ。シックス相手にされてないね。だってしょうがねえじゃん、化け物だったんだぜ。これ弾くれねえかと。弾どこかに入手できた。どうしてアルゴン NS ビルなんかに。あれを買ったジャンク屋に出所を聞きに行ったんだが、どうも拾ったものだったらしくてな。見つけた場所を聞いたら、あのビルのすぐ近くだったんだ。あそこから落ちたのかなと。そんだけの理由でビルの中に忍び込んだのか。まさか中に悪魔がいるとは思わんだろう。確かに変なビルでしたよね。普通じゃ考えられない。そのキャロル・ジェイが言っていた組織というのが気になる。まったく、悪魔だのサマナーだの、まるで映画だよね。正直信じられねえよ。はーい、みんなお待たせ。なんか来たね。頭やばいな、頭。へえ、こんなところにアジトを落としたんだ。あれ、みんな真剣な顔しちゃってどうかしたの。たく幸せな野郎だよな、てめえは。こっちの苦労も知らねえでのこのこ現れやがって。もうシックス、何怒ってるの。あれ、あんたが持ってるそれ何、新しい銃なの。かっこいい、ちょっと見せてよ。触ってもいいけど、それこっちに向けんじゃないわよ。向けたら引っ叩くからね。ほう、ひとみちゃんまでどうしたの。なんか雰囲気違ってるよ。おい、
例のメモに書かれた暗号が解読できたぞ。そうか、やったな。あのカードの方はどこかのライセンスカードのようだが、それ以上はわからん。だがメモの方は予想以上の結果が出たぞ。あれはネットのアドレスだったんだ。すげえぞ、サマナーネットだってよ。掲示板的なやつか。ソウル回収って言ってるよ。この辺は比較的前に書き込まれたものだ。あ、しまった。処理だぞ。ああ、またあれだった。マイクつけてなかった。またやっちゃったよ。まあいいか。いや、懲りないよな、本当に。どうするかな、また収録し直すかな。いや、もういいでしょう。こいつら次から次へわけわかんないことばっか話しやがって。得意な症状ってなんだ。こいつが最新の情報で、なんだろう。日付は3日前だ。これはだから前回、前々回かのやつだね、きっとね。裏部の話っていうのは。どう考えてもまともじゃねえよ。どうするよお前。ファントムソサエティ、キャロル J の言う組織とはこのことだな。しかしこれは大発見だぞ。最先端のこのモデル都市にこんな秘密が潜んでいたとは。殺されかけたってのにもうこれだ。さすがはリーダーだな。ちょっと待てよ。まさかまだ手を出すつもりなの？あんた怖いの？弱虫弱虫。な、瞳はどうなんだよ。私は平気というより面白そうじゃん。あいつらを追っていればネミッサを閉じ込めたやつを見つけられるかもしれないし、ちょうどいいわ。そう？まあ、あんたらだけじゃ心もとないからな。俺も付き合ってやるよ。よし、決まりだ。なんか会話成立してるね。とりあえず今ある手がかりはこのサマナーネットとコンプだけ。おい、なんだよこの音。わからないよ、急に鳴り出したんだ。何？それコンプから出てるのか？てめえ壊したのかよ。わかんないよ、急に鳴り出したんだもの。ちょっと貸しなさいよ。あー、もううるさいわね。ちょっとあんた何とかしなさいよ。とりあえずグリップ握ってみますか。おい、お前が触ったら鳴りやんの？指紋認証かな。わかるってわけなのか。エラーメッセージが出てるな。クオリティ5まで、5までに連絡しろ。5まで、この名前どこか。そうだ、外の港にある水上ホテルだ。あの船の名も5までだった。しかしあの水上ホテルがコンプと関係あるのか。行って確かめるしかないだろうな。コンプが故障中ではこの先心配だ。君はコンプを使いこなしている。できれば君に行ってほしいんだが。でもよ、危なくない？コンプ絡みならどうせまともな場所じゃないでしょ。だから彼に頼みたいんだ。この中で悪魔と戦えるのは彼だけだ。あ、だったら私も行く。そっちの方が面白そう。え、いや、ひとみちゃんは危険だから。行くったら行くの。ここにいても退屈だもん。文句ある？分かった。それじゃあ気をつけてな。そうそう、ライセンスカードは君たちに渡しておこう。何かの役に立つかもしれない。はい、なんだろう。
さと行きましょう。水上ホテルゴーマデイへ。ではじゃあ行きますかね。念のためセーブしとくか。またちょっと収録ミスっちゃったな。やっちまったよな。まあいいでしょ。まあ実質なんかこう見てるだけだったし、どっかに弾入手できないかな。ここでしょ、ゴーマデンって。これがゴーマデン？大きいね。こんなのが水に浮いてるなんて不思議。ゴーマデンって本当にこのゴーマデンのことなのかな。入っても大丈夫なのかしら。面白そうじゃない、早く入ろうよ。あ、あのマーク。悪魔とかはいないみたいだけど。セフィロトじゃん。ゴーマデンにようこそ。失礼ですが、どちら様ですか。目つきやべえ。はい。私たちはゴーマデンではご予約のある方以外お通しすることはできません。そんな狙わなくても。お引き取りください。いえ、私たちはどうぞお引き取りを。もう人形みたいなやつね。コンプにここの名前が出たから来たのよ。ここゴーマデンなんでしょ。ほう、コンプを持つ者であったか。これは失礼した。ビクトル様、すまんな。メアリー、こちらは我が輩の新しい客人のようだ。これからはいつでもお通ししてくれ。はい、かしこまりました。では客人、お前たちの言うそのコンプを少し見せてもらえるかな。なるほど、少々無理な使い方をしたようだ。この程度ならすぐ直せるだろう。ずいぶんコンプのことを知ってるのね。あんたたちもサマナーなの。なるほど、この世界に入ってまだ間がないようだな。だがゴーマデンの扉はコンプを持つ全ての者に開かれる。ご案内しよう。我が聖域魔の工房へ。なんだろうね。あ、すごい。すごいね、これ。あれ巻き込まれたら一回もないね。改めて名乗らせていただこう。我が名はビクト。悪魔合体をなりわいとするものだ。悪魔合体。悪魔と悪魔を合体させ、より強い悪魔を生み出す邪法だ。お前たちも仲間ができたなら連れてくるがよ。我が邪法の力をお見せしよう。だけど別に合体を頼みに来たわけじゃないのよ。こんなところに連れてきて何の用よ。コンプの修理は引き。だがその交換条件として、あるものを探してきてほしいのだ。我が研究を完成させるためどうしても必要なものだ。冗談じゃないよ。なんでネメシサたちがそんなことを。コンプを修復できるのは私だけだ。悪い取引ではあるまい。引き受けるしかないわね。こんなやつの言いなりになるの？私やだよ。だってコンプがないわけにはいかないじゃない。仕方ないわよ。話のわかるお嬢さんだ。では詳しい話をしておこう。私がお前たちに頼む。それは奄美ベイの湾岸倉庫街、冷凍倉庫にある。ちいかよわぬ土くれにして命の息吹を秘める異形の人形、それを持ってきてほしい。もっとダイレクトに言ってくんねえかな。でもそんなものを。そんな抽象的な言い方しないでさ。その人形こそ我が研究の完成に欠かせぬものなのだ。もっともそれはお前たちにも心強い味方となるはずのものだがな。ではコンプを返しておこう。はい、次の行き先が。それには5ブロック分のメモリーを使い、戦いに有利なソフトをインストールする機能が。ここに一つソフトが持っていくがよい。
どれを使うかは自分で考え、ターミナルや行動の記録ができる場所で入れ替えるという。ダヴィンチ。何ができるんだろう。もう知っているかもしれんが、コンプには内部で悪魔合体を行える機能もついている。だがまだ不安定な試作段階の代物だ。多用は控えた方が良いだろう。言うこと聞くとなったらやけに親切ね。では私の頼みを実行してもらおうと思うが、見たところ大した装備ではないな。芝浜コアに行ってみるがいい。そのコンプを見せれば、あ、行ってみよう。お前に力を貸してくれる者たちがいるはずだ。どうもありがとうございました。じゃあ行きましょう。とりあえず合体できるようになったと。芝浜コアどこですか。あ、これか。あとな、ダヴィンチコンプオートマップ違うな。セーブできるとこでなんかできんのか。あ、そうだ。あ、うわ、でもアナライズになってるな。まあいいか。とりあえずピクシー今出してる理由あるのかな。この状態で減るかな。減ってるかな。今1603減ってる。いや減ってないね。ダンジョンじゃないと減らないのか。ビデオマッスル、ガローラダー、なんだこれ。タイ料理沢村。とりあえず一番上から入ってみますか。いらっしゃい。あれ、兄ちゃん女の子連れ。それじゃあちょっと。お、兄ちゃんそれポンプ持ってんの。なんだ、早く行ってちょうだいよ。で、今日は何のよ。なんだろう、話をする。何か聞きたいことでもある。説明す。じゃ、どれを話そうか。何屋さんここ。持ち物の売り方、装備。ここ装備変えるってことかな。おすすめ装備。装備のおすすめ装備を選ぶと、あんたの持ってる品物の中から最良と思われるものが自動的に装備されるんだ。便利でしょ。じゃ、どれを話そうか。耐熱とか聞く。前列は敵の攻撃が当たりやすいよ。だから体力の低いものは後列に置いた方がいいね。じゃどれを、武器には攻撃力や命中率の他に攻撃範囲って要素があってさ、威力は大きくても前列にしか届かない武器や、威力は小さくても後列まで届くような攻撃範囲の広い武器とかもあんのね。武器を選ぶとき参考にしてみて。じゃどれを。なるほどね。何か聞きたいこと。でじゃあ見てみるか。レザーコーム、ハーフパイク、これ威力があるのかな。あの上向きの三角っていうのが威力上がるってこと。とりあえず弾安いね。マックス200分の50って書いてあるけど、それどういう意味ですかね。どういう意味なんだ。あ、50% とかで買えるって意味か。ああ、なるほど。じゃあこれ買っときますか。じゃあ何セットか。4セットぐらい買っとく。これで多分打ち放題かな。最大 10% まで装填可能。あ、ちょっと待って。リロードでターン消費したりするのか。そうなんだ。とりあえずこれ装備してないよね。いいって書いてないもんね。じゃあこれ2つ買いましょう。ハーフパイクってなんだろう。女性用と男性用の剣か。まあいいか。まあ1個ずつ買いますか。結局全部買っちゃいましたね。じゃあ装備、ここで装備できるのか。イグナイターってやつよりも上がる。ちょっと待って、今23上がりますね。命中も、あ、命中2倍以上になるじゃん。これ優秀だ。クラップ KK、 これ借り物だけどさ、6のいいよね。売っちゃってね。上がるね。青上がるってことだね、きっとね。あとは弾がない。あ、こんな風になるんだ。あー、なるほどなるほど。10発ずつ装填ってそういう意味か。
よしよし。スキアンドゥって書いてある。隠しナイフ、命中低いですねこれね。基本的にじゃあ剣で攻撃した方がいいってことかな。じゃあ違うな、銃で攻撃した方がいいってことですかね。まあこれでいいかな。そしたらじゃああとは撃っちゃっていいよね。うん、撃っちゃえ撃っちゃえ。弾は必要だな。これもいいよ、撃っちゃえ。よし、じゃあこれでアイテムを使えますってなんだ。ここでアイテム使えるの？で、はいはい。なるほど。ガローラダー。うわ、目がやべえ。恐れ入りますが、ここは会員制の。目がやばいね。まさかお客様のコンポ。うん。あ、なんかあれかな。あの全部の音声を聞く必要ないね。ちょっと飛ばしていきましょう。これ何屋さんなの？あ、防護部屋か。なるほど。宇宙医師のリンクってなんだこれ。ノーマル体制、未知なパワーを秘める。なんだ未知なる。まあいいか、いらねえか。バンデッドアーマー。あ、でも、パッデッドアーマーって書いてある。うん、とりあえずこれ、2つか。これでいいかな。では、なんかアクセサリー的なやつはまあいいかな。ちょっと待って、装備装備、あ待って、見せる装備すればよかった。フリッツヘルムか、ドイツ軍っぽいね。あとはこれか。あとはネミスタにこれでいいね。まあこんなところですかね。他にもなんかいろんなものがあるみたいですけど、例えばこれは来てくれて。あら、お兄ちゃんも、うん、そう、わかったわ。ご用は何屋さんですか。うん、どうなんですかね、火炎瓶とかって。あ、敵との遭遇率を上げるか。なるほど。敵一体を火炎攻撃、高熱使用か。一応買ってみる。5つぐらい。シューマの水、まあいいか、とりあえずこれは。なんか役に立つアイテムを売ってくれるんだね。おや、それでは。さて、これは何人屋さんだろう。あ、回復。なるほど。あ、待って、アイテム10個までしか持てないか。じゃあ満タンまで買っておきますか。ディスポイズン必要になるのかな。違い石の玉、これ高いね。まあいいか、なしでいこう。さて、おや、なるほどなるほど。おや坊や、ここはあんたみたいな子供が来ても。なんだい坊や、コンプを持ってんのかい。へえ、見かけによらないね。私はあんたが気に入っちまったよ。うちのとっときの品を出させてもらうからね。で、今日の用事は何だい？聞いてしまった。これなんだこれ。仲間の性格をどう思うに変える。そんなことできるのかねえ、面白いね。なるほど。じゃあピクシーにこれを使うと、あの魔法を使ってくれるんだ、ザンを。なるほど。なるほどね。タイ料理沢村。沢にいこう。いらっしゃいませ。テンション高え。コンプ持ってますね。いや、わっ。飛ばした。あ、これは回復できるんだ。こんなところで回復するんだ。まあいいや。タイ料理で回復だったね。生体エナジー協会。やばそうこれ。やべえ、目がやべえ。これは何にできるの。あ、やばい。
無駄でハイテクなんですけど。ではご用件を伺いましょう。これはあ、マグネタイト買えるの？素晴らしい。あ、売れるんだ。あー、冷凍って書いてある。10マグネタイト98円。なるほどなるほど、これ面白いですね。マグネタイト節約して加熱するっていう、その逆もできるってことか。面白いですね。生体エネルギー評価ってそういう意味か。なるほどね。はい、じゃあ今回ここで終わりにしようかな。で、次回、どこでしたっけ。どっかに行くんだね。どっか倉庫に行くと。はい、じゃあ今回はこれで終わりにします。